ミョンドン大聖堂あるいは韓国カトリックソウル、広司教区司教座聖母マリアム現在の音宿りミョンドン大聖堂は大韓民国ソウル特別市にあるカトリックの司教座聖堂。韓国で最初に作られたカトリック教会堂で韓国のカトリック信徒にとって精神的シンボルともいえる重要な聖堂である。李氏朝鮮時代、北学派のグループが新留学中にカトリックと 初めて接触を持ち始めたが、その後朝鮮が開国し、フランス人宣教師が到着したことで、本格的に朝鮮半島における布教が進んだ。先祖崇拝と貴族制度の否定は、多くの人々の共感を得る一方で、当局からの弾圧を招く原因ともなった。ビョンドン制度の建築は、フランス人主催ウジェーヌ・コストの計画によって進められ、1883年に、 用地を購入、1892年に高層林席の下で非公式を行った。しかし日清戦争やコスト神父の死などの影響によって予定が遅れ、完成は1898年5月のこととなった。最終的に剣道式が行われたのは1898年12月8日、聖母の無限在の親鳥の祭日であった。 当初は金聖堂という名で呼ばれていたが、1945年、日本からの独立を機に、現在のビョンドン聖堂という名称に改められた。ビョンドン大聖堂の守護聖人は、聖母マリア無限在の親鳥であり、またこれは、ヨセフと共に韓国カトリック教会の守護聖人でも、ある。韓国語では、ありがとうございます。